陸上競技本気でやろうって思ったきっかけがその東京パラリンピックの開催が決まったっていうところであの自分の気持ちが動いたので自分の大会が終わった時に精の精一杯できることをやりきったあの準備し尽くしてきたって思えるような大会にできればいいなっていうのが一番ですしその先にあの結果としてメダルというものがついてくればあの一番嬉しいかなと思います、ね